はいどうもピーパーです。昨日あんなツイートをしてしまった手前、水素のメンテナンスをやっていきます。あいつなんだ口だけじゃんみたいに言われるのも悔しいのでやっていきましょう。この水槽の今の問題、黒ひげ苔とガラスの苔ですかね。あとシダビオっぽいミクロソリウムを丸坊主にします。流れ的にはガラスの苔落として水草トリミングして、プロホースで砂地の掃除して水替え、これで完了ですかね。うん、よし、じゃあやっていきますか。まずパックレイザーでガラス面の苔を落としていきます。正面と左側面は普段よく見るガラスなので、これこの前掃除しちゃいました。なので今回は後ろと右側面、こっちが一度も苔落とししてないので重点的にやっていきます。といっても手が入りづらいのですごいやりづらいですね。続いてミクロソリウム、この一つだけシダ病っぽくなってるんですよね。なのでこれを全カット丸坊主にしていきます。ハサミで切るまでもなくポロッポロ取れていくので、もういろいろダメでした。見事丸坊主になりました。こっから復活してくれるとありがたいんですが、どうなることやら。懐かしい。僕は世代ではないんですが、いつかやりたかったネタでした。なんだか申し訳ない気持ちでいっぱいです。今映っていたのはトリミングしたネジレニーラ、たくさん取れました。その他古くなっていた葉っぱとかをカットしていきます。これはアマゾンソードですね。それとアナカリス、ヒーターのそばにあるんですけど苔がひどいですね。もう指がふよふよ、時間かかってますね。こういう苔って成長早い水草はあんまりつかないイメージだったんですけど、成長早いアナカリスもしっかりと苔てますね。見事に苔てますね。まだちょっと栄養過多ですかね。続いて定床の掃除を行っていきます。今回はそこに溜まってる糞とかゴミを取りたいので、表面をなぞるように掃除していきます。使ってるのはプロホースの S ですね。一番ちっちゃいやつ、これ吸引力がないですけど、この砂が細かすぎて吸引力あるタイプだとめっちゃ吸っちゃうんですよね。なのでプロホース S で地道にやってます。コリドラスは意外と肝が座っているというか逃げないですね。水槽にガンとか衝撃与えちゃうと逃げちゃうんですけど、こ
こういうのには物落ちしないんですかね。どいてくれ、どいてくれ、そこに行きたいんだ。奥の方はちょっと多めに砂を持っています。以前あそこでスネールキラースネールが砂に潜っているのを見つけたので、ちょっとあそこら辺隠れ家にしてると思うので砂を多めに持っています。こんなとこにいた。大丈夫かな、普通に掘り出しちゃったけど。なんか生きてるっぽい。大丈夫。やっぱこの子は夜行性らしくって、昼間は砂に潜ってます。で、潜る仕草があったので、ちょっと慌てて撮影を開始しました。これ今10倍速で、砂に潜り終わるまで約5分くらいかかりますね。なんか器用に潜ってきますよね。面白い映像が撮れました。で、この後水替えを行ってメンテナンス完了です。今回のメンテナンスは、スクリューバリスネリア先端に黒ひげ苔が結構ついてたので、だいぶ長いやつはカットしてしまいました。なので水槽内の水草がすごく減ってしまった印象。まあ、これはこれでいいのかな。下の方に置いてるミクロソリウムも結構黒ひげ苔やられてたんですが、今回はちょっと手をつけずにそのまま様子を見たいと思います。というわけで、我が家のメイン水槽、花壇型水槽のメンテナンス動画でした。こんな感じのアクア動画アップしてますので、もしよければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それでは残りは水槽の映像を見ながらお別れとなります。ご視聴ありがとうございました。